コンピエーニュ包囲戦は1430年5月23日にフランスコンピエーニュで起こったフランス王国とイングランド王国ブルゴーニュ公国連合軍の戦いである。連合軍の攻撃からコンピエーニュを守り切ったフランス軍の勝利に終わったがフランスのジャンヌ・ダルクが郊外の小競り合いでブルゴーニュ派の捕虜となったため彼女が参加した最後の軍事行動になった。 包囲戦自体は小規模なものだったが、百年戦争における、フランスの救世主で最もカリスマ性のある指揮官だったジャンヌの喪失は政治的にも軍事的にも大事件だった。百年戦争の間、フランス国内ではブルゴーニュ派とアルマニャック派が対立していた。ブルゴーニュ派を率いていたブルゴーニュ公フィリップ三世は、イングランドと同盟を結び、このアングロ・ブロギニョン同盟は、 フランス北部のほとんどを征服するまで勢力を伸長していた。ところが、1429年にアルマニャック派の重要拠点のウルレアンの包囲戦に失敗して以降、ロアール地方において、ジャンヌとアランソン公ジャン二世が率いるフランス軍によって、同盟軍は連敗を喫していた。同年六月のパテーの戦いで、イングランド軍を撃破したフランス軍は北東に進軍し、 ランスで王太子シャルルはフランスをシャルル七世として退官した。フランス軍の進軍経路にあった町々は抵抗せずに投降した。パリ北方にあるコンピエーニュはこのルートからは外れていたが、退官式直後にブルゴーニュ派の支配から脱してシャルル七世に忠誠を誓った。1430年3月、フィリップ全領公がコンピエーニュ包囲を計画しているという情報が フランス宮廷に伝わってきた。シャルル7世の宮廷は当初くれるハクシャルルを死者としてコンピエーニュの町に送り、町の支配権は正式にブルゴーニュにあるので降伏して町を引き渡すように説得しようとしたが住民らは猛反対した。同時に町のフランス軍守備隊も防戦の準備を始めた。ブルゴーニュ派はまず ディニー・ハクジャン2世が4月4日に軍勢を率いて出発し、22日には全領港がペロンネを出た。また、ブルゴーニュ派と同調していたイングランド軍は、9歳のヘンリー6世の摂政を務める、ベッドフォード工場をブランカスターが、華麗にいて、イングランド王の上陸を待っていた。全領港の戦略は、オワーズ川流域の諸都市を奪還するというもので、 当時アングロブロギニョン同盟の支配下にあったイルド・フランスとパリの防衛を重視していたベッド・フォード校もこれを支持した。シャルル7世は5月6日になってようやくコンピエーニュの戦略的重要性に気づいた。ジャンルは3月にはすでに危険を感じて準備を進めていたが、前年9月のパリ包囲戦の失敗を理由に軍の指揮を認められていなかった。そこで、 4月までに300から400人の志願兵を集め、国王には知らせずに、コンピエーニュに向かい、5月14日に到着した。23日、ジャンヌは、コンピエーニュの守備隊と協力し、城の北側のマルニーにある、ブルゴーニュ軍の中屯地に奇襲をかけようとした。ところが、リニークがたまたまこの地域を偵察中にこの動きに気づき、密かに本隊から援軍を呼び寄せていた。 フランス軍の奇襲は、ブルゴーニュ軍6戦の反撃に遭い、ジャンヌは、コンピエーニュの城に退却を命じつつ、自身は殿軍に立った。ブルゴーニュ軍に捕らえられるジャンヌ。パリのパンテオンの壁画反撃を受けたフランス軍は、コンピエーニュに向かって撤退し、ジャンヌは、その最後尾にいた。ところが、ジャンヌが、城内に逃げ込む寸前にコンピエーニュの城門が閉じられた。ブルゴーニュ軍が、 ジャンヌらと共に城内に乱入することを防ぐための守備隊の合理的な判断だったのか、それとも裏切りだったのかについては諸説ある。ブルゴーニュ軍に囲まれたジャンヌはそれでも戦い続けたが、一人のブルゴーニュ級兵がジャンヌの上着を掴んで馬上から引きずり下ろした。ジャンヌはその場にいたリニーハクの従者のライオネルに降伏した。ジャンヌを捕虜にしたりハクは居城に、 彼女を連行した。リニーハクの主君の全領公が、ジャンヌの身柄をイングランド軍に引き渡すように求め、その後ブルゴ入港領のアラスに移送され、結局1万リーブルトゥールノワの身の代金でイングランド側に引き渡された。シャルル7世は、ジャンヌの身柄引き渡しに介入しなかったため、後世彼女を見殺しにしたと批判されることになる。ジャンヌは、異端審問を受けた後、 異端の罪を犯したとして1431年5月30日にルーアンで家計に処された。ありがとうございます。